吉田さん、手に職っていうので一番最初に思いつくのが、まあなんていうんですかね、スポーツ選手とか囲碁とか将棋みたいなプロ競技ですかね。それから資格を取るみたいなのもあったりします、もちろん大工さんとか漁師とか農業とかね、こういったのも手に職かもしれませんし、楽器を教えるとかね、なんか舞台俳優になるとか、手に職っていろいろあると思うんですけども、まあ言ってみれば一部の人しかできないことじゃないですか。でも学歴を積んで、それを武器に就職につなげるっていうのもやっぱり一部の人しかできないことなんだろうなと思うんですよね。だから何もかも一部の人しかできないことでしかなくって、訪問販売の営業もそうですよね。全部が一部の人しかできないのに、で、現実全ての人が一部の人しかできないことをやってるのに、誰かが何かを目指すとね、そんなん一部の人しか成功しないよっていうわけですよね。どんなに簡単と思えることでも一部の人しかやってないというね、現実があるわけですよね。じゃあ孫正義さんがね、なんか分かんないですけども、市役所の職員しますかって言ったらやらないですよね。できるかもしれないけどやらないですよね。だからつまりできるからといってやるかどうかはまた別なんで、一部の人しかできないってことも成り立つし、やりたいけれども受け入れてくれないから一部の人しかできないっていう、そういった能力差の問題もあるかもしれないですね。どちらにしても何をやっても一部の人しかできないんで、一部の人しかできないじゃないかっていうのはなかなか面白いパラドックスだなと思うわけですよね。なんかね、インターネットで一番最初に稼ぐ方法を思いついたのは、なんか掲示板に宣伝を貼りまくるって仕事があってね、実際そういうのあったんですよ。テンプレートを送ってもらって、それを定められた掲示板にただ貼り続けるだけみたいなね。で、決められた時間、例えば1時間とか2時間とか貼ったら、じゃあ1時間あたり1500円とか2000円とかもらえますよってやつなんですけども、貼り続けたかどうかっていうのはこのログで測れるみたいなのがあってですね、実際に架空で作業時間上げても全然ダメで、どこの URL にどのぐらいアクセスしたかとかね、コピーペーストのタイピングをどのぐらいしたかっていうのがなんかね、こうデータで蓄積されるみたいで、なんかポスティングの調査よりも正確らしいんですよね。そんなんでね、稼ぐ方法もあったりとかして、つまりそのインターネットって新しい、稼ぎ場所ができたわけですよ。マーケットができたんですよね。だからそこでいくらでも稼ぐことができるし、でも稼ぐための行動しなければ結局稼げないしみたいな、世の中一緒かなというところですよね。けどリアルに店舗をやってて思うのは、店舗をやってるとその店舗に来れる人がお客さんですけど、インターネットの場合はアクセスできる人がお客さんなんで、マーケットは格段に広がってすごく稼ぎやすくなったなっていうのはありますよね。でもライバルが増えるじゃないかって言いますけども、結局ライバル増えないんですよね。吉谷さんなら感じてると思いますけども、ビジネスを教える塾に入った人でも、そのぐらい本気な人でもやらないわけですから、ライバルが全然増えてないっていう現実があるんですよね。だからつまりインターネットの世界でビジネスをするとライバルは増えないし、マーケットは広がるしっていうね、とっても素敵な環境なんじゃないかなと思うんですよ。だからネット活動しててね、稼げないっていうことはもう現実ないんだろうなと思うんですけども、もし稼げないとしたらやらなくなっちゃうってことなんですよね、きっとね。ということで今日も行ってみましょう。スタート。